かすごい独特のフォルムじゃないですか。この中に入れてくんだ。へえ、なかなか構造が面白い。よいしょ、こんな感じ。鳥の顔になってきた。いいですね。で、皆さんこんにちは、プラモイドル工作機能です。今日も始まりました「モテンチュー TV」。今日はですね、いつも作ったことがない新しいキットを作ってみようということで、今回マックスファクトリーさんのキットを作っていこうと思います。マシン英雄伝渡るの、これは竜王丸でございます。本当ね、やっぱりイメージは竜神丸のイメージがあるので、竜神丸作りたいなと思ってたんですけど、なかなかね、やっぱ人気なのか出会うことがなく、これがね、初めて出会った竜王丸でございます。まあ、竜王丸も、一応まあ竜神丸がね、こう復活した時に、で、進化してっていう形なので、ちょっとまあ近しい機体かなとは思うので、楽しく作っていきたいなと思いまーす。で、本当にね、初めてかもしれない。いや、なんかね、ねーねとかそういう系を作ったことあるけど、こうね、なんだろう、渡るってさ、三角形に収まるような、なんていうんだろう、形というか、なんかすごい独特のフォルムじゃないですか。身長低めだけど、こう肩とかごっつくて、で足も広がっててみたいな感じのキットを作るのが初めてなので、ちょっとどういうバランスなのかっていうのを楽しく見ていけたらなと思いまーす。さて、イラストからかっこいいよね。かっこいい。わかるわかる。こうね、斜め上から映るような映像多かったんですよね。にしてもやっぱ渡るの頃のグラフィックと比べるとめちゃくちゃ綺麗な感じがしますよね。よし、じゃあオープン。はい、ランナー並べてみました。これぐらい、意外と少ない。ここから A ランナー B ランナーで白色のパーツから始まっていますね。で、C ランナーとこれ D ランナーは2枚全く同じのが入っています。意外とこうね、パーツも大きいので、なんかサクサクっと組めそうな感じもしますね。黄色のランナーはこんな感じ。オレンジというよりはかなり黄色い感じですね。 F ランナーは2枚入っていました。で、こう組み合わさるのかなっていう感じがすごい出ているパーツですね。綺麗だよね。なんかカラフルな感じになってきました。で、ここがポリキャップです。ポリキャップ同じのが2枚入ってるのと、ここにクリアのパーツも入っています。なんかこうやって見ると結構色の数が多くて、白、グレー、黄色に黒に赤に青でクリアまであるので、7色一応出ています。これね、パッケージを見た時もかなり色数細かいところまで分けてくれてるなっていう感じがするので、なんかこのまま作ってもね、色分けがもしかしたらいらないかもしれないですね。渡るはついていませんって書いてある。そうだね、確かに渡るいないかもしれない。よくあるパイロットのちっちゃいのはなさそうです。よし、まあ、全部切っていきましょう。はい、パーツを切りましたので、ここから説明しながらね、作っていこうと思います。で、開けてみると、まあ、パーツリストとかもあるんですけど、結構これカラフル。最後までカラフルだ。すごーい。で、パーツの色全部塗られてますね、これね。ほら。これめっちゃ見やすいじゃん。コリンキャップとかも色が違うね。優しい。めっちゃ丁寧。よし。ま、行きましょう。アンダーゲートのことも書いてくれてますね。そう、これで、うわ、丁寧。こうやって外すんだよって書いてくれてたりとか。すごいですね。なんか注意点がめちゃくちゃ丁寧。かつてこんなに丁寧な説明書あったかなぐらい。すごいわ。よし。じゃあ作っていきまーす。まず頭の組み立て。これめっちゃ見やすくない？パーツ、だって適当に、あ、これとこれとこれじゃんみたいな選べる。すごい。すごすぎる。でも、アンダーゲートとかも切ってあるので、そのまんまはめていきまーす。これ、クリアの方と黒の方選べるようになってるんですけど、なんとなく私はこの黒の方でいきたいなと思います。ね、せっかくあるクリアパーツだけど、やっぱイラストに近い方は、まあなんとなくこっちかな、思うので、まあ実際ね、透けたりするもんね。そうだよね。これの、中に入れてくんだ。へえ、こうなって、間に挟まるようにこにキャップを入れると、なかなか構造が面白い。おっ、うん。で、そしたら顔パーツ、シールを貼っていくんですね。もしくは透明なパーツ、やっぱね、塗ることとかを考えてくれてるのかなと思うんですけど、人によってはやっぱ塗る人もいれば、こうね、私みたいにシールでね、組んでちゃう人もいると思うので、選べるようになってるみたいですね。で、ここに、この子にどんどん乗せていく感じね。はめて、で、これを後ろにはめて、で、これを前にはめる。ダクトのシールを貼りますって書いてあるね。結構シールがちょこちょこ出てくるので、貼りやすいタイミングで書いてくれてるのかな。で、これをかぶせると。お、あ、いい音。いいですね。で、赤色のラインシールもあるらしい。ほうほう。微妙なところだけシールを貼っていく感じなのかな。うん、で、布を刺して、よし。これでお顔が出来上がりました。よいしょ。こんな感じ。結構日差しがあるので深い感じもしますね。うん。今度胴体ですね。ちょっとパーツが面白いかも。これを、まずは作って、よいしょ。で、これとこれを重ねた後に通していく感じかな。OK。先に通して、こう通して、よいしょ。で、そしたら、ここも、通してと。OK。よし。で、ここで、これが刺さる。え、これ、適当に刺したでしょ、ここ。ん、ちょっと刺さりそう。ここじゃない？おお！すごい綺麗に刺さった。いいですね。うん。お腹は結構椎茸になってますね。うん。で、ここに、さらにこれを、動くところに刺すのか、これは。ここに、あ、2本刺すのね、こうやって。はー、図を見たら書いてありましたわ。ほうほう。で、これはどこに行くんだ、そしたら。ここを、起こします。起こした。なんか起こせって書いてあった。うん、うん、うん。そうそう、あ、そうするともうちょっと入るんだね。へえ。で、待って、これがわかんない。これの、ここは通るんだね。うん、うん。レールが合わさるようにします。でもこれはどこに行くんだい？そしたら。これは点。そうで、レール、あ、間通るんだ。はあ、なるほどね。なるほどね。じゃあ大丈夫。お、ほんとだ。ちゃんと動くじゃん。で、ここも動くじゃん。お、すごい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 。いろんなところがちょっとスライドしますね、今ね。うん。で、ここに、さらに、よいしょ。目を作っていくのね。ここにシールを貼ります。これもね、バージョンで2つになってて、方形態の時は、ちょっと長い方。で、通常を今作ってる胴って、短い方を使っていきます。のシールなんてのもあるのか。こういうところはちょっと塗った方がいい気もするね。うん。うん。で、くちばしのシールを貼って、で、目の部分はこれはめていきます。あ、すすごい鳥の顔になってきた。いいですね。で、青いラインも貼っていきます。こんなの入ってたんだね。こんな感じですね、今ね。顔、鳥の顔って感じになってきました。なんだっけ、氷が出る方、氷が出る方ってあれだけど、風神丸で合ってる？風神丸。あ、そう。なんかね、鳥感が出てるんですよね。そう。魂が入ってたからね。んで、これに、あ、すごい、位置までちゃんと書いてある。これを中に入れていくのね。難しい。ここ2箇所だな。これだな。ここだな。で、これが、後ろの方を通る。あ、これか。なるほど。で、閉じちゃう。うん。で、埋もれたら、ここに黄色いのを足していきます。そして、これが、ここに刺さるはず。よし、うん。こういうマークのところがね、パーツなの嬉しいですよね。このちょっとが。うん。ちょっと硬いパーツもありますね。ちなみに15歳以上じゃなかったかな、これ。なので、ちょっとね、大人向けであったりします。で、これを、この上側に通しつつの、これも差し込んで、よし、ほう。そしてこれをここに差し込んで、で、今作ったものたちを合体ですね。一番最初これか。これを左右につける。よいしょ。ここだな。ここ。よいしょ。こんな感じで。ほう。で、腕みたいなのをつけていきます。あ、はまった。なんかパチンって書いてあるところは、結構パチンとはめないうちは結構緩いので、そこまでしっかりはめていきます。でもちょっと可動だからね、はめにくかったし。よし、はまったまた。オッケー。こんな感じ？うん。ここに前をはめていく。これもパチンって書いてある。今度は足ですね。なんかポリキャップがめちゃくちゃ出てくるようになりました。で、今度はこれを刺して、で、丸いのも入れて、結構硬いんだよね。で、これから、今度は、ね、どこのパーツを作ってるか全然わかんないかも。にしても構造が今まで作ってる、こうね、ガンプラとかとまた違うので、ちょっと新鮮な感じですね。いろんなね、作り方があるんだなってすごい思う。で、こうしたら、あ、靴か。靴っぽいですね、ここね。これをかぶせて、これもかぶせて。おー、ぽくなってきた。ここに刺してと。愛らしい。はい。足ですね。やっぱこうなんか三角形にこう広がってってる感じが私結構好きなんですけど、その雰囲気が出てる足になってますね。なのにこう左右並べると余計にその感じがあるかもしれない。かわいい。ディフォルメじゃないけどそういうスタイルもね。よし、じゃあ今度は腕ですね。腕もポリキャップを入れつつ作っていきます。硬いパーツをねこうつまみながらやっていきます。ふっでこれにパッチンか。はっああ、いい音。それぐらい硬いんよ、硬いんよ。これはここに差し込んで、ここにはめていくのか。なるほどね。こんな感じで、合わせて、よっ。あ、いい音した。で、ここを、はめて、あ、いいじゃん。これとこれは合わせるだけ？あ、でもこれ、あれだよね。訪問形態の時に使います。だから、通常では使わないかも。よし。で、あとは、肩のパーツを作っていきまーす。肩は、左右両方動くっぽいですね。で、こうやってはめて、シールを貼った、ここで、こうしていく感じですね。意外とシールのね、このね、凸具が可愛いなとか思っちゃったんだよね。金色に塗る方が、まあ、より綺麗かなとは思います。で、これとこれを、こうして、こうしたら、でってる肩ですね。いい感じ。ここまで来たらもう合体していけばいいかなと思うので、足からつけていこうかな。足。よし。足。そう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 、そう、こういう感じよね。わかる。これ、わかる。足の開き方もこう、外向きみたいな。めっちゃかわいい。そう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 、こんな感じ、こんな感じ。で、腕の肩を刺して、ちょっとなんかこう、怒り型というか、もう本当になんかね、肩、ボーンで、足も斜めに、ボーンみたいな、やっぱイメージよね。うん。で、ここに、腕を、刺していく。手をつけていくんですけど、手がかなり豊富で、こんなにたくさん入ってます。なんとなくこの開いてる手にしようかな、一回。よし。で、3本指なんだね。今更今更だけど、すごい、あってなってますね。いてててて。意外とこれ、トゲ、爪のところとかが尖ってるので気をつけて刺した方が良い感じですね。よし。で、ここに首を、あ、首が前に向いてんだね、これね。ちょっと前に、あ、ほんとだ、そういう向きかもしれん。いや、いい。ひとまず出来上がった感じじゃないですか。じゃん。この前傾姿勢といい、この足の開いた感じ。なんだろう、三角形と、なんだろうね。三角形と三角形がくっついた感じ。そう、肩の方はこう出っ張ってて、で、頭もちょんってなっててみたいな。そうなんだよね。独特だよね。やっぱこのマシンのフォルム。これがね、やっぱ渡るですよ。竜王丸ができてきたんですけど、あとは武器と盾ですね。あ、そうだ、放流剣だってやると、パーって炎パーって出るでしょ。あったわ、そんなのあったあった。で、これにこれをつけていく。はーい。よし、これとこれでこんな感じね。で、差し込んだら、これをこう好きなところにはめて、で、これで接続する感じね。OK。こんな感じ。で、このね、腕の横にちゃんと刺差し込み口があるのでここに刺して、あ、いいじゃんいいじゃん、これあった方がいい。あ、ちょっと場所が悪かった。場所がこうだね、ここだよね。刺さるならかっこいい、かっこいい、いいよ、いい感じよ、ほら。で手を変えてこれ持たせていこうかな。これは専用の持ち手なので、まあ、抜けはしないよね、下が丸だから。おーおーおー、ええやん、かっこいいやん、かっこいい、いいやないの、いいじゃないですか。かっこいい、ルーアーマルー、なんだっけ正しいセリフ、リオーマル前、変身リオーマルだ。そう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 。でこれしかもこうね、両手でこう持てるようになってるらしくて、確かに手いっぱいついてるなと思ったら持てるんだね。へえ、あ、なるほど、肩がこれ開くからか、こうやって確かにここが開くようになってるので、これでちょっとね手を内側に持っていくことができます。なるほどね。で、あとは、今度は、棒形態に変形していこうかなと思います。どこを、まず手を放つ。シールドもついてないね。シールドもついていない。で、手を放つ。OK？ で、そしたら、この辺は、肩関節を起こします。起こす？起こします。どういうことや？どういうことかが全然分かってない。この頭をまず90度曲げるは分かった。で、肩関節起こしますが、あまり分からないぞ。どうしたらいいんだ？あ、起こしますって普通にキュッてしとけばいいのかな？でもキュッてしてる感じよね。うん。で、これをここにこう持ってきて合体させる。うん。で、爪の部分を取って長い。あ、なかなかね、これがね、結構、尖ってて、お気をつけください。このパーツ、刺さります。よし。で、反対も取ったら、これ長い方ですね、をつけていきまーす。長い方はどうつくんだ？あ、なるほどね、こういうことか。ここは、差し込むっていうよりは腕のところですね。にこうやって入れていくんですね。で、入れたら、今度は、腕を肩ごと90度曲げます。どっち向きや。後ろにこれが来てる感じやね。こういう感じね。こういう感じね。で、回して、足を、これが伸びる。こういう感じだ。全然形変わったね、ここね。こんな感じだよね。うん。ちょっと動かすのが硬いので、まあ一回取れちゃってもいいから。取れてからの方が楽そう。こうしたら、もう一度差し込む感じ。OK。よし。こんな感じで伸ばして、あれでもこれ向き逆かな、足。あれ？こうか。ここも回すのか。あ、ほんとだ。回るわ。90度くるりん。こんな感じ？お、良さそう。こんな感じ。きっとこんな感じだわ。で、ここで、ステップ4。上半身を後方へ。え、難しいこと。後方、え、後方ってどっちっすか？こういうこと？こういうこと？こうか。足をむしろくるって持ってた方がいいんじゃない？こういう感じになって、こう、こう、あ、合ってる気がする。足を外側へ開きます。あ、こういうこと？あ、すごいすごい。ちゃんと変形していくじゃん。お、いい感じにちょっと鳥感が出てきましたね。うん。そしたら、腰から引き出します。この頭出てくるの？あ、出てきた！出てきた、出てきた！で、ここのパーツだけちょっと差し替えなんだよね。長くなるのよ。そしたら目のところを、よいしょ、ちょっと長いのに取り替えてみます。もうちょっと引っ張って出てこれんのかな？なんかぶつかっちゃうね。でこれを閉じたら差し込むやつがあるんだ。あ、ほんとだ、専用パートある。ここにこれをよっ差し込んで、このよいしょ後ろを外して中央部かなを乗っけて OK。 ほい、こんな感じ。ほー、携帯出来上がりました。かなり変形してますね。なんか跡形もない感じだな、こっちから見ると。でも後ろから見るとほらちゃんとこうね、肩の部分とか頭の部分残っているので、くるりんって回って変形していくというスタイルでございます。これもまたね、特徴だよね。竜王丸だからっていう感じがすごいする。いや、やっぱ魂受け継いでんだよ、ここにね。今回はですね、竜王丸作っていきました。いかがですか？またるのね、独特のフォルムがあるこの機体たち。機体って言っていいのかなはい、この子たちを作っていくっていうのもなかなかね、普段のプラモとはまた違う感じがして、とっても楽しかったです。マックスファクトリーさんのですね、プラモデルっていうのもいろんなシリーズが出ていて、ダグラブとか結構出てたりするかなと思うので、また気になったら見つけて作ってみてくださーい。本当はね、竜神丸が作りたかったんですよ。でもやっぱり竜神丸はなかなかね、出会えないということで、この竜王丸を作って、かなり、この懐かしい気持ちにさせてもらいました。やっぱね、昔は、このアニメをほんとちっちゃい頃に見てたので、おぼろげに見てたんですけど、ただなんか、卑弥呼かわいいなとか、あとはもう単純にね、渡るみたいにこう、これ持って、ね、戦いたいじゃないよ、これに乗りたいなみたいなことをすごい思ってたのが、なんか懐かしいなと思いながら作りました。またちょっとアニメを見て復習してみたいなと思います。こんな感じで皆さんも気になったプラモがあったらどんどん作って楽しんでみてください。ということで以上、もけんちゅ TV でした。またね、バイバーイ。